レッツもち米クラブ、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 バスさん、はい。もち米クラブ。無線部。Hello? 本日は、うん。千葉県君津市の加納山にやってまいりました。イエーイ。 TK 曰く君津市で一番無線のいいところだということで、ただね、通信するだけだとおもろくないので、うん、TK がゲームを考えてくれました。イエーイ。 TK ゲーム。今日のゲームを発表してください。今日のゲームは、1人3曲ずつ更新して、はい、つながった人がいる住所の市町村、はい、区の面積を足して、はいはい、多く面積を取った方が勝ち。ということで、はい、じゃあ3回ずつ、ね、CQSO。あ、もう全然忘れちゃった。やばい。を出したいと思います。はい。前回、ザーさんがね、1回目だったんで、はい、先行後攻は、まあ、じゃんけんでもよかったんですけど、はい、まあ、渡辺さんが3回やって、花澤さん3回やってにしたいと思います。はい。本当は自分たちで作んなきゃいけなかったんですけど、TK が作ってくれました。これ、何シートっていうんですか？ DC。ログシート。ログシート。これにね、はい、相手の情報とかを書いて、メモするということで、これにメモしていきたいと思います。はい。やってみよう。今日も京都ってお部屋を探しますと。とりあえずまずは全部聞いてみよう。いつもよりめっちゃ聞こえる。15チャンネルみんな聞いてるでしょ。はい。で、こうガーってやんなきゃいけないから、できれば15の前後だとみんな助かると思う。すぐ移動できるから。ああ。1だとかなり離れちゃってるでしょ。へえ、そういうことなんだ。じゃあこっから16をちょっと使ってないですね。ちょうど？じゃあ16で。チャンネルチェック。チャンネルチェック、チャンネルチェック、どなたかお使いですかですね。では、チャンネルチェックします。今日は16。はい、出ました。チャンネルチェック、チャンネルチェック、どなたかお使いですか？はい、こちらチャンネル17使用中です。よろしくお願いします。了解しました。失礼しました。お使いでした。高い場所だと結構みんな使ってるね。あ、女性だね。女性。デザート陽子みたいな名前が聞こえたね。デザート陽子さん、ありがとうございます。ありがとう。なんかちょっとピピって入ったら使ってるってことですかね。まあ、使ってるね。あ、そういう意味なんだ。火はかかってるかもしれない。火は？火はって何？同じ番号同士が合ってないと聞こえないようにできる。何それ？そんな機能あるんだ。プライベート機能みたいな感じ？ね。すごい。お部屋探しが大変や。大変ですね。みんな使ってますね。チャンネルチェック、チャンネルチェック。どなたかお使いですか？お、大丈夫そう。うん。やっと決まった。長かった、今日は。CQSO よろしくお願いします。うわ、むずい。毎回これ緊張する。ちょっと待って。CQ、CQ、CQDCR。いきます。CQ、CQ、CQDCR。こちらは、千葉 AA512。千葉ウィスキーアメリカ512です。この後、チャンネル9。チャンネル9にて再度コールします。QSO よろしくお願いします。それでは、じゃあここから、はい、3曲やったら交代です。はい。来るかなメモの準備。ちょっと待って、メモの準備。更新していただける方、よろしくお願いします。受信します。千葉 AA512、こちらは袖ヶ浦 NA50。お、あが裏この間の人、袖ヶ浦
NA503、あ、3じゃない、50曲、ありがとうございます。こちらは、千葉 WA512 です。前回も引き続き、ありがとうございます。どうぞ。はい、了解です。今日も移動運用ですか？はい、了解しました。千葉 WA512 局さん、こちらは八木沢 WA23 です。で、こちらで、東京と西東京市八木沢でね、メリット、ごメリットで非常に強力に入会しております。で、ね、あとね、RS はね、あとでちょっとね、また、お答えします。そうですね。はい、公開します。どうぞ。すごい。八木沢の方、ありがとうございます。まずは、袖ヶ浦 NA50 局とお話ししたいと思います。今日は、千葉県君津市、加納山から運用しています。袖ヶ浦 NA50 さんで運用の、電波はメリット5をお送りします。どうぞ。はい、了解です。メリット5、ありがとうございます。こちらからも、59。私たちも59です。今日はどれぐらい更新していらっしゃるんですか？どうぞ。普通に電話みたいな。今日はですね、アマチュアと、まあいろいろやってまして、まあ20曲ぐらいしかやってないんで、結構やってる。20曲もやってる。すげえ。すごくない？ね、50曲。ありがとうございます。今日も一番目に更新しました。気分は非常に。どうぞ。はい、了解です。はい、私も同じような気持ちです。ありがとうございます。YouTube の方ですね、チャンネル登録のさせていただきました。おありがとう。申し込みクラブのやつ、すべて見ましたんでね。やった！カム太郎も見てくれたんや。今日から、おしまいの合言葉を広めようということで、私たちが、レッツって言ったら、袖ヶ浦 NA50 局は、もち米クラブと言っていただきたいのですが、いいでしょうか？どうぞ！はい、了解でーす。もち米クラブと叫べばいいんですか？いきますよ。それでは、いきます。レッツ！もち米クラブ。更新終了したいと思います。73。引き続き、八木沢 WA523。まだいらっしゃいますでしょうか？どうぞ。千葉、ウイスキーアルファ512局さん。こちらは八木沢 WA23 です。更新よろしくお願いします。どうぞ。こちらからの、なんだっけ、電波は、59をお送りします。どうぞ。59で。あ、まあ、はい、了解。あと場所聞いてね。はい、了解しました。千葉、ウイスキーアルファ512局さん。こちらは、八木沢、ウイスキーアルファ2さんです。こちらはね、ちょっと傘マーク1本で、アンテナはね、AZ350R か使ってるので、ちょっとね、なんか、なんか変わって2になっちゃった。今、ヤギアンテナの方でやるからね、ちょっとね、感度が悪いから今ね、ヤギアンテナ？モビルホイップのアンテナでちょっと送信しております。こちらメリット、わかんない。東京と西東京市に協力に入会しております。はい、ご開始します。どうぞ。ありがとうございます。今お話ししている間に、シグナルがちょっと変わりまして、52をお送りします。訂正して52をお送りします。どうぞ。そうですね、同じ WA がついてね、ありかなと思ってね、ちょっとね、発表しましたね。そうですね、うちはね、高さ8メーターぐらいのとこにヤギと、それから、AZ350R のモビルホイップを、と、それから、ハンディのダイポールにもなるナティックのね、アンテナつけて、3台でちょっと運用しております。3台で入れてちょっとね、やってするとですね。すごい。マイク公開します。どうぞ。実は私たち、もち米クラブという YouTube を、やっておりまして、そこで、今、無線を運用しています。ちなみに、八木沢ってどちら、西東京でしょうか？どうぞ。
1キロ半ぐらいのとこね、三鷹駅から北に1キロ半。三鷹陸線の八木沢駅から700メーターぐらいとかってね、そこで波を出しております。だいたい、まあ、トイレはだいたいわかるだと思います。マイクをお返します。どうぞ。こちらのやりとりを YouTube の動画に使ってもいいでしょうか？です。どうぞね、お使いください。はい。ありがとうございます。東京の電波だからね、どうなんだろう。ちゃんと、はい、公開します。どうぞ。それでは、そろそろこちらで QSO を終わりたいと思います。ありがとうございます。お願いします。こちらもファイナルにしたいと思います。FD な更新ありがとうございました。更新ありがとうございました。これにて88。私からも、私もすごく FB な気持ちです。ありがとうございます。また、つながりましたらよろしくお願いします。73! またよろしくお願いします。あ、レッツもち米クラブ、忘れました。千葉 WA512、こちらは神奈川 TK518、神奈川単語キロ518。初めての方かと思います。ありがとうございます。どうぞ。信号見て。はい、ピックアップありがとうございます。千葉 WA512、こちら神奈川 TK518。はじめましてになりますね。よろしくお願いいたします。こちらの TKH。神奈川県横浜市、神奈川区、常時場所からになります。神奈川区。レポートの方、55555でお送りいたします。実は、今回、初めてのファースト、このデジタル観葉植物、はじめまして、初めての、更新となりますんで、ちょっと緊張しております。すごい上手。どうもよろしくお願いいたします。初めての、運用ということで、私も先月初めてだったんですけど、喋り方が上手すぎて混乱しました。55、こちらからも55をお送りします。まあちょっとデジタル観葉植物というのが本当に、登録状が届いたのが2日前かな。届いて、そっか、交流会を急いで2日間で決めて、今日朝からいろいろワッチしてまして、すごい、声が聞こえたので、勇気を持って、お声がけさせていただいたという形になっておりますが、まあこれ以外に、アマチュア無線の方でね、普段運用してましたんで、だからこの名残があるのかわかりませんけども、すごい、そんな感じでございます。YouTube の撮影をしておりまして、もち米クラブという YouTube をやっているんですが、今日の更新をとちょっとしたゲームをしておりまして、神奈川 TK518 の今発信 QSO をしている場所が、神奈川区か金沢区かをもう一度聞いてもいいでしょうか。どうぞ。神奈川区ですね。金の沢と書いて神奈川区となります。よろしくどうぞ。はい、YouTube の動画と流すということで、緊張しますが、まあ初めてなのに突然使われちゃう。楽しみに、よかったら見ていただけたら嬉しいです。あ、そうだ、それ、更新の一番最後に、合言葉をやりたくて、私たちが、レッツと言ったら、もち米クラブと言ってくれる方を募集してるんですが、言っていただいてもいいでしょうか。どうぞ。はい、わかりました。どうぞ。巻き込まれてる。させていただきます。それでは、合言葉行かせていただきます。レッツもち米クラブこちら、神奈川 TK518 ですね。なんか、すごい恥ずかしい感じもしますけれども、今後ともよろしくお願いいたします。まあ、来週の YouTube も楽しみにしてますんで、お、はい。では、この辺りで失礼したいと思います。千葉 WA512、こちら神奈川 TK518 でした。またよろしくお願いいたします。88。はい。
ということで、はい、私は袖ヶ浦と八木沢と、うん、西東京と金沢、金沢区、はい、袖ヶ浦が 94.93、 94.93、西東京が 15.85、 15.85 狭い。金沢区が 31.01、 31.01、 袖ヶ浦めっちゃいる。はい、ということで、はい、じゃあハンザーと交換して、足がやばい、立てばよかった、ずっと座って、立て、はい、苦しんでる、すいません、足が足しびれすぎて苦しんでる人がいる。どこが痛いんですか？あ、やって、どこが痛いんですか？足です。どこが痛いんですか？撮影をずっとなんか変な座り方でやってるからよ、あなた。メールチェック、どなたかお使いですか？なんか薄いけどいらっしゃりますね。じゃあ18、もうちょっと大きくしてもいいのかな、音。20、これぐらい。どなたかお使いですか？もうちょっと近づけた方がいい。大丈夫ですか？もう一回行きましょう。チャンネルチェック、チャンネルチェック、どなたかお使いですか？いないね。じゃあ18で行きます。はい、 CQ 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 DCR、 こちらは千葉 HR873、 千葉ホテルロメオ873、千葉県君津市です。 QSO いただける方いらっしゃいましたら、次回チャンネル18、チャンネル18にて再度コールします。よろしくお願いします。三つ市です。 QSO いただける方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。受信します。これでまた袖が三脚、横浜 SH531 よろしくお願いいたします。ありがとうございます。こちらは横浜 SH531 番局、ありがとうございます。こちらも、57をお届けします。どうぞ。はい、了解しました。コピー、何しか聞かないと。 HI と、ごめんなさい、ありがとうございました。 HI と、今いらっしゃるところ深井ですか？横浜 SH531 さん、今 YouTube でもち米クラブというチャンネルを開設していて、そこで無線の動画をアップしています。この動画を、アップしたいのですけれども、よろしいでしょうか？どうぞ。はい、了解しました。今 HR873 局、もち米クラブ見てみよ、見てますよ。見てんの？あまり美味しくなさそうでしたけど、私好きなので、多分的に合うかなと思っておりますよ。そんな感じです。それでは、こちらにお使い更新できて嬉しいです。ありがとうございました。レッツもち米、どこですか？どこから飛ばしてる？横浜 SH531 さん、まだちょっとお願いがあるので、そばにいていただけますでしょうか？実は今チャレンジゲームをしてまして、横浜 SH531 さんは横浜市、あ、どこに今、どこに、どこから発信してるか、発信しているでしょうか？場所、どうぞどうぞ。はい、こちらはですね、横浜市鈴木区というところです。高速区より上で、青葉区よりちょっと横っちょっていうんですかね、鈴木区というところも、こちら
さんのためにいろいろプレゼントさせていただきますけど、ちょっと守りはね、全然。最後にもう一つお願いがあります。私がレッツと言ったら、大きな声で、もち米クラブと言ってほしいです。どうぞ。はい、了解ですよ、了解です。いいですね、もち米を知ってるからね。スムーズですね。いきまーすレッツもち米クラブテンション高い人やな。SH5313、非常に FB なUSO をありがとうございます。とっても楽しかったです。また更新できることを楽しみにしています。どうぞ。セブンジースリーはどうしよう。テンション高い。テンション高いよ。ありがとうございました。セブンティースリー。はい、失礼します。相手が高いと低くなるスタンスやな次は神奈川 RT26 さん、まだいらっしゃいましたら QSO お願いします。神奈川 RE26、 神奈川ロメオエコー26、ロメオエコー26、自分でよろしいでしょうか。お願いします。どうぞ。神奈川 RE26 さん、ありがとうございます。こちらからは、5.0で、お送りしています。何だろう。よろしくお願いします。ないってことです。ほとんど振らない。こちらからのレポートは54、5と4になります。よろしくお願いします。どうぞ。ありがとうございます。神奈川 RE26 さん。そして、すみません、5.5 でした。どうぞ。全然違うやんけ。了解しました。5.5了解しました。今日は RE26 さんは今どちらで QSO をしてるでしょうか。どうぞ。さあ、こちらの運用地は神奈川県の伊勢原市。伊勢原。県の伊勢原市。伊勢原市の神奈川の伊勢原市の住宅地。上地場所から、大山に、アンテナをぶつけて、三角三種を使って、運用しております。お返しします。どうぞ。16さんは、風車を使って、風車?QSO ということで、私もこれからお金を貯めて、いろんな機材を使いたいと思います。本当かな？最後に、私が、レッツと言ったら、もち米クラブと叫んでほしいのですが、可能でしょうか？どうぞ。可能です。OK です。はい、OK です。はい、OK です。ありがとうございます。それでは、行かせていただきます。レッツ！もち米クラブ！神奈川 RE26 さん、元気で素敵なお声をありがとうございました。それでは、73! 他、どちらかお聞きでしょうか？こちら神奈川 TR207。TR207。どうぞ。かぶってる。TR207。神奈川 TR207 さんでしょうか？もう一度コールサインお願いします。どうぞ。どっちがいいか。 TR マイク単語さんと TR さんがいるから、ではお先にすみませんが、神奈川 TR270 番局さんでしょうか？お願いします。どうぞ。こちら TR270 です。あ、そっちだ。びっくりした。ありがとうございます。本日は初めての QSO ってことで、ちょっと緊張してますので、よろしくお願いします。初めてだって、この人も。場所を聞いて。初めてということで、こちらもなかなかの初心者でございますが、よろしくお願いします。今日ゲームをしているんですが、参加していただけますでしょうか。もし、もし、もし。暴れた。暴れた。TR207 番局の、今発信している場所を教えていただきたいのですが、
よろしくお願いします。どうぞ。こちら、神奈川県横須賀市です。こちら、横須賀や。神奈川、神奈川 TR207 番局、横須賀っていいところですよね。ありがとうございます。どうぞ。あれ、電波の強さ言ってあげた、はい、電波言ってなかった。5.0 だかな、聞こえなくなっちゃった。神奈川 TR207 番局、今メリット5でございまして、ちょっと途切れ途切れではございますが、ありがとうございます。最後に、私がレッツと言ったら、もち米クラブと叫んでいただきたいのですが、お願いできるでしょうか。どうぞ。ありがとうございます。それでは行きます。レッツ。聞こえない聞こえなかった聞こえないはい、聞こえませんでした。神奈川、はい、TR207 番局さん、聞こえたでしょうか。もう一回行きたいと思います。レッツ。おー、今日だー、よかった、ありがとうございます。とても素敵な美声を本当にありがとうございます。73、その他お待ちですかって言うんじゃない。その他、お待ちの方、いらっしゃいますでしょうか。どうぞ。神奈川、MT246。神奈川、MT246 番局さん、ありがとうございます。こちらは、千葉県君津市、加納山から、QSO をしております。どうぞ。クリアに入管しています。神奈川県の伊勢原市から運用しております。初めてです。よろしくお願いします。どうぞ。初めてなんですね。びっくりしました。こちらは、55で綺麗に聞こえております。伊勢原市さん、伊勢原市でありがとうございます。がこの動画を載せてもよろしいでしょうか。どうぞ。ずるいよ。了解しました。あ、最初の三角。あ、じゃあここは出ません。了解です。どうぞ。とても心が FB でございます。それでは最後に、もう一つお願いがございまして、私がレッツと言ったら、もち米クラブと大きな声で叫んでいただけるととっても嬉しいです。どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。行きます。レッツ。もち米クラブ、バッサー。初めてじゃなくない、この人。絶対初めてじゃないよ。とっても幸せな気分になりました。そうでしょ。神奈川 MT246 番局、今日も一日素敵なことがあるように心から願っています。今後も FB な QSO を出していただけたらと思いますので、今後ともよろしくお願いします。73。はい、ありがとうございました。すごいテンションだけど、何これ、何仕込み、すごーい仕込みかな。ありがとうございました。それではこの時間で QSO 終了したいと思います。また楽しく QSO をしたいと思いますのでいつかお会いできたら嬉しいです。さようなら、ありがとうございました。それぞれ3曲ずつですが、はい、続き区 27.93、 お、伊勢原市、はい、55.56、 お横須賀市、はい、100.7。負けた、やっぱり横須賀いい、
マジで？そんなんでかいですか？横須賀でかいよ。シェー！くそー！ダブルライト横浜！もちもめクラブのスカジャン切るぜ。はい、横須賀！悔しい！100ってないやん。もっともっと近くなればか。すげえ100って。いやなんかこれって社会勉、地理の勉強になりますね。ということで、はい、今日はですね、昨日勉強した用語を使いつつ、面積バトルをしてみました。みんなすごい元気じゃなかった。なんかすごいテンション仕込みかなみんな。次回もまたね。いっぱい QSO をしていきたいと思うんですけれども。めっちゃ FB! 今日ね、見てくれてた人もね、いたということで。うん、嬉しい。ありがたいですね。いつも更新の一番最後にね、我々レッツって言いますので、皆さんもぜひ、もち米クラブを、本当は説明しないで、最後にレッツって言ったら言ってくれるかどうか、みたいなのを、次の撮影からはもう説明しないで。高いよ、難易度。ありがとうございました！レッツって言うから。知らない人聞いたら、おめえなんだよみたいな感じで。大丈夫、袖原 NA50 ということで。やばいな。皆さんぜひ、これ動画見て、次の更新にもしね、マッチしたら、レッツって言ったら、もち米クラブって言ってください。お願いします。ということで、このゲームはね、またいろんな形で、まだまだ TK ゲームやっていきたいと思いますので、皆さんぜひ、よろしくお願いします。変なこと質問しても、ぜひ、答えてやってください。ということで、またお会いしましょう。以上、もち米クラブ無線部でした。バイバーイ。バイバーイ。